はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ジャギーン。そうです、ワールドペガサスのグラブご紹介。こちら先日もご紹介しました公式軟式兼用 DM モデルでございます。これもまた良かったんでございます。3万円の値打ち以上のグラブでございましたけれども、グランドペガサストップレザーが北米レザーの軟式仕様ということでございましたけれども、今回はババーン、公式グランドペガサストップMD モデルが入荷しましたのでご紹介していきたいと思います。カラーはレッドではございません。高校野球ルール対応です。ディープオレンジとシェリーブラウン、ウェブがバスケットウェブと DM ウェブ違いますけれども、順々に見ていきたいと思います。こちら公式のグランドペガサストップのレザーは北米レザーの日本なめしでも切符帳仕上げと、もう一段上のレザーでございます。そのあたりが一番の注目点ではないでしょうか。それではどうぞ。はい、それでは順番に紹介していきます。シェリーブラウンとディープオレンジ、どちらから先に行こうかなと思うんですけど、どっちでもいいですけど、ババーン、ディープオレンジから行きます。綺麗なオレンジでございます。ロゴはコーポレートロゴの W P 上代税抜き57,000円でございます。ワールドペガサス最上位モデルということで、こちらディープオレンジのカラーの方は軟式公式兼用は色が使ってございましたが、こちらは高校野球ルール対応一色でございます。ディープオレンジのみ。こちらのカラーは MD ウェブがついてます。 MD ウェブ、綺麗なモディファイ2ピースウェブ、こちら押し型入っておりまして、 M と D を抽象化しているとデザイン化しているということでございます。綺麗ですね。で、先ほども言いました、このレザーが北米レザーのステアの日本なめし切符帳ということでございますね。これ触っていったらチカチカになりそうなグラブでございますね。グランドペガサストップのロゴが美しいですね。サイズは10ですから12インチ相当ですね。 30.5 センチぐらいかな。ヒールは逆巻きで入っております。ダブルパームレースですね。もちろん投手用フィンガーフード指カバーがついております。ライニングは真っ赤白いムートンがついておりまして、もちろん西島印、西島さんが検品してますよというね形でございます。ウィングチップ投手用モディファイ2ピースウェブディープオレンジ、親指の操作性にこだわったサムアップ加工を加えて、なんといってもこのディープオレンジの綺麗な美しいしっかりしたレザー、かっこいいではありませんか。ジャギーン。時間がないのでね、ブラウンも行きますよ。はい。シェリーブラウンの方、こちらも捨てがたい。こっちの方が若干人気があると聞いてます。バスケットウェブでございます。こちらは定評のあるバスケットウェブ。ヌイートカラーはこれは、ベージュかな？うん。ライトゴールドかな？まあ、ちょっとそんな色でございますけれども、丁寧な作りでございます。こちらももちろん、ウィングチップ、しっかりした立体成形が特徴、売りのウィングチップ、西島印も入っております。このシェリーの深い色。ね、昨今ですね、新しいカラー、黒、オレンジに加えて、このシェリーですとか、キャメル、ブロンドといったカラーも、高校野球ルールで、対応ということでね、増えてきてるカラーかと思いますが、こちらはシェリーブラウンですね。グランドペガサストップ。シェイプの作りは、オレンジも同じでございますね。はい。じゃあ、ぐるっと、私が説明するより皆さん見たいでしょうから、
ぐるっとお見せして終わりとしたいと思います。シェルパーム、ウェブ、サムサイド、親指側、シェルバック、背面、ピンキーサイド、小指側、綺麗なシェイプですね。ライニングでございます。こんな感じ。こちらがシェリーブラウン、ディープオレンジシェルパーム、綺麗ですね。輝いておりますね。ウェブ、モディファイ2ピースウェブ、 MD ウェブですね。はい、サムサイド親指側、かっこいいな。シェルバック、ピンキーサイド小指側、ライニングでございます。こちらも白いムートンですね。はい、ということで公式 MD モデルグラブ、今日はご紹介でございます。7月末に入荷しております。残念ながら当店のこのシェリーブラウンについては、当店のお得意様、農民様が売却済みですので、今すぐ買えるのはこちらです。はい、かっこいいですね。ということで今日はワールドペガサス限定モデル MD グラブのご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。